おはようございます、釣り子 TV です。今日は家に帰ってきたところ、待ちに待ったねルアーが届いてましたよ。こんなね箱に入ってるんですけども、これね、いやーほんとね楽しみにしていたルアーで、まぁ、ちょっとね見ていきたいと思いますが、文字書いてありますね。 PSJR 金ブナって PSJR ブルーギルっていうことで書いてありますけども、ブルシューターこれがね、この中に入ってるんですよ。しかもね、メンバーしか買えないジュニアサイズっていうことで、これが買いたくてデプスのメンバーになったと言ってもね、過言ではないかもしれない。そんなね、大注目のルアー、早速開けていきたいと思います。うおー、来たー。これとね、一人ね、買える個数は決まってるんですけども、まあ、カラーね、両方ともね、買っちゃおうと思ってこっち上げてみると、おー、これは上がりますね。疲れがちょっと吹っ飛びますね。これがブルーギルのブルシュータージュニアね。はい、これとこっちね。はい、今回ねもう両方買っちゃえってことでカラー2色出たんですけども、銀ブナとブルーギルっていうことでジュニアサイズのですねブルシューター、買ってみましたよ。じゃあね、早速開封していきたいと思います。まあね、説明書きはなくてこんな感じで、シンプルなねメンバー限定の箱に入っているんですけども、こんな感じで届くんですね。じゃあね、この色気になるな、ちょっと見てみたいと思います。うわー、はい、出てきました。まずは銀ブナ。うわー、この綺麗ですね、この鱗模様で、裏にはブルシュータージュニア SS って書いてあるので、今年のモデルはですねスローシンキングモデルっていうことでいいんですかね。はい、こんな感じの、ね、側面で、頭にねこう見やすいような白いね塗装がされておりますね。で、針がフッ素加工のですね、いい針が最初から標準装備でついております。なんといってもね、この手のひらサイズのこの感じね、これはね、食わせのサイズって感じで、自分ね、実は一個も持ってなくて、で、この前、中古釣り具屋さんのね、コーナーにね、使ってないんじゃないかなっていう過去のね、ブルシュータージュニアが、綺麗な状態で並んでいたんですけども、いや、もうちょっとで家に届くしな。でもね、それね、ハイフロートモデルだったから、買っちゃおうって思ったんですけど、いや、せっかくね、メンバーで注文したからこれまだ持ってなかったんで、もう間もなく発送だよなんてメールが来てたんで、まあ、届くの待ってね、まずはねこのね新品の状態で1個買いたいなと思って、こんな感じですね。じゃあね、もう1個買ったブルーギルのカラーの方ですね、このカラーも開けていきたいと思います。あー、これまたいい感じの色味ですね。よいしょ。はい、このブルーギルカラー見てくださいよ。もうね、リアルプリントって感じで、いや、ほんとサイズ感的にはこんな感じのいますよね。あとはよくね大好きで使うブルフラットの 4.8 インチにもねサイズ感的に似てるんで、あー、これは使い出がありそう。あ、で、頭のところはねこうやって視認性を良くする白がこちらも吹かれておりまして、お腹側はこんな感じのカラーリングですね。はい、まあ、改めましてブルーシューターのジュニアサイズなんですけども、ちょうどね、兄弟分の大きなサイズね、
市販されてるものと、あとやっぱメンバーで買える一番巨大なもの、こんなのをね引っ張り出してきたんで、サイズ感を見ていきたいななんていうふうに思います。まずこのね、これが今回ねメンバー限定で買えたジュニアサイズのスペシャルカラーっていうことで、はい、これがねオリジナルサイズになりますね。こんな感じでだいぶやっぱね横に並べてみると、サイズ感違うんじゃないかな。こんな感じでね、ね、一番使いやすいサイズ感っていうことで、このオリジナルの市販されてるモデルがあって、ジュニアサイズ、並べてみるとね、改めて見てもやっぱ尻尾の大きさはもちろん違うし、太鼓は、まあ、似てるっちゃ似てるけど、まあ、こう並べてみるとね若干違いますね。カラーリングね、これ本当に、一緒なのかな、これこっちはねベタベタと自分が使いやすいようにウエイトが、まあ、ここのウエイトがねちょっと外れてしまって、頭側にカウンターウエイトつけたりね、いろいろ、まあ、このセッティングが一番なんとなく使いやすくて、こう翻って翻ってみたいな感じになるんで、こんな感じのカウンターウエイトをつけておりますみたいな、オリジナルサイズ、これがオリジナルは一番でかいのになるのかな。市販されているですねブルシューターの160ってサイズで良かったと思うんですけども、はいはいはい、こんな感じですね。で、あ、いた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 、で、親分サイズですね、これ、はい、出てきました、ブルシューターの、190になるのかな。これねお気に入りで使ってるんですけども、だいぶね、もうブルーギル屋さんみたいになってきました。こう並べてみるとね、ほんとサイズ感がダンダンダンって感じになって上がっていきますけども、この今回のねメンバー限定のでね見てみると、こっちねこんだけ違いますね。あー、へー、メンバー限定でこんなねちょっとガチのルアーがね買えるっていうのは、ほんとなんだろう、もうメンバー会になって何年目かになりますけども、改めてねやっぱりなってよかったなっていうところで、で去年ねこれもちろんジュニアサイズ出てたかと思うんですけども、受付期限中にですね、あれこれ注文忘れちゃったんですよね。あー締め切り超えてたと思って、今回はねもうちょっとこれ販売開始するよってなった、その日のうちぐらいにねしっかりと注文入れて、でちょっといい色味だったんで両方とも買おうなんていうことで注文してね、で注文するとこうもうほんとお店で並んだりとかね、そういうこともなくしっかり、買うことができるんで、ここら辺のシステムもねなかなかいいんじゃないかななんて思いますけども、まあね、こいつはね今年ねほんと活躍してくれていて、55ぐらいのも釣れたはずだし、結構、あ、でもまあその1匹か、まあでもねここぞって時にね入れると、この190っていうサイズ、やっぱり群れの中で一番でかいのがねバチコーンって食ってくれるなーなんていう印象があって、でまだまだねちょっとギルもね浅いところで見えるんで、釣りに行くってなると思っていくんですけども、まあ今回のこのサイズはね本当普段使いできちゃうんじゃないかなと。これだとねやっぱりちょっと結構ごついロット持っていかないと、針もね結構ごついのつけてるからかかんないんじゃないかななんて思ってですね躊躇しちゃうんですが、こっちのこのサイズはね本当ねスポッと手に収まるぐらいなんで、まあこれでも通常のルアーと比べたらね全然ジュニアどころかマグナムサイズの方ねルアーになってきそうなんですけど、デプス基準でいくとこれがジュニア真ん中っこ、まあこれはオリジナルサイズだよっていうことだったかな。もう本当にね非常に巨大になってくるんですけども、まあね今ねジャイアントベイトとかもねいっぱいありますんで、これをね投げ込んでると、これでもね
はい、まあ、最近コードネームバスとかそういった巨大な尺腕とかいろいろありますからね。当時は出た当時はもうめちゃくちゃでかいなと思ってた。これもね、若干もう一個こっちに大きなサイズいてもいけちゃうんじゃないかななんてね、恐ろしいね。まあそういう時はね、あのコードネームバスとかね、あとこの後出てくるであろうあのギラギラ攻撃とかね、ああいったやつがあるんで、まあこれがね一番でかいサイズで、でこう下がってきて、でね、アナウンスも出ているねタイニーサイズとかもね、この先楽しみだななんていう感じで控えてるはずなので、まずはねメンバーになるとこんな感じの超嬉しいですねジュニアサイズ買うことができますので、またね1年で揃ったら来年の募集とか始まると思いますので、もう会員になるだけでね、会員特典のルアーが届いた時点で年会費の元は取れちゃうのかな。でその後ね、こういうやつとか、あと先日ご紹介したエントリーモデルのロッドとかね、ジギングロッドとか、あとはね手袋でプツッって入ってるやつとかね、いろんなものが注文することができますので、でやっぱメンバーしか買えないタイプのモデルのルアーなんかも最近増えてきてますんでね、まあまあまあ今回ねこれはもうちょっと買ってよかったなっていうね、上がるなっていうね、このね船カラーってのもね、まあねちょっとね違うメーカーの違うあれですけどね、寒ブナパターンみたいなのねありますから、そんな時にあれ持ってないななんていう時にね、いや俺にはこれがあるって感じで投げれるんじゃないかななんて目論みもあってですね、買ってみましたよ。まあ、というわけでこうやって揃い踏みね、なんかね並べるとほんとねブルーギル屋さんみたいな感じになりますけどね、気分の方はだいぶ上がっております。今日ね早朝から夜までだったんでヘトヘトなんですけども、これが届いていたのでもう今ねだいぶハッピーな状態になっております。まあ具体的にはね釣り場に持って行って、ああこれね初めてジュニアサイズで釣れたっていうね、こういった動画が撮れるのがねベストだと思いますので、まあちょっと今ね台風ラッシュでなかなか千葉方面とか大変なことになっておりますが、まあチャンスを見てね、まだまだ暑くてギルが浮くタイミングなんていうのはいくつかね狙えるんじゃないかななんていうふうに思いますので、足しげくここら辺を持って釣り場に通っていきたいと思います。というわけで本日の釣り講 TV はこちら、デプスのですねメンバー限定で買えるスペシャルルアーブルシュータージュニアのね今年の2色が届いたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。